立派な建物を発見しました。なんと今まで全く気づいておりませんでした。こういう古い教会はこの東京にあるなんて。先ほど午前中のミサに参加させていただきました。人数は5人、私以外全員女性でした。では、今からですね、インタビューを行いたいと思っております。今回のゲストは、2人のゲストは非常に貴重な、情報の持ち主だと思われます。まずジェフはイギリス生まれで建築家で、そして長らく日本で滞在しながら映画関係の仕事も兼ねて大活躍でございます。実はアース・ピルグリムの、撮影にも関わってくれた一人です。そしてカルラはスペイン生まれで写真家で、そして、今中心的な活動の一つは、なんと7匹の猫と1匹の犬のお世話をやっていらっしゃるようです。で、今回の集まっていただいた理由はルネサンス2012、あ、もう一人おりましたんで、この子ね、マジック、マジック、ジャック・ラッセルのマジックですが、じゃあこれからの日本、ルネサンス、実際に可能なのかどうかとか、一言、ルネサンスができるように、まあ、例えばどうすればよいのか、どういうふうに動けばよいのかとか、というようなコメントをぜひとも、教えていただきたいと存じまする。はい、じゃあカルラからね。はい、はい、どうぞ。はい、レナサンスは日本は、頑張っていつも思い切り倒そうと思うの、これ日本同士で日本なんか倒れないわけですよ。ですけど、いや、私がまた地球でこっち日本しか守ること考えてないから、頑張っていく、疲れてやってるわけだから、だから意識でやってる、意識変えてない、でも日本対日本になったりしますよ。いや、こっちも日本考えてるし、僕も日本考えてるし、って言ったらこうやってもう、合ってしまう、やっちゃう、うんうん、だけど今度僕は地球で日本だけ守って、私は地球全部一応見てるとしますね。そしたら楽です。何なんでしょうね。